はい、皆様、こんにちは。知財情報コンサルタントの野崎です。こちらの方は JPLATPAD と、Excel でパテントマップを作成するという4回シリーズの2回目になります。前回は、JPLATPAD の検索結果一覧を Excel に貼り付けるというところまでを解説しました。今回は今こちらの方のスライドに示している通り2回目となりまして、Excel の方に貼り付けた検索結果一覧のデータの、前処理をするというところになります。ただ実際にデータの前処理をする前にですね、貼り付けた結果というのは実は歯抜けになってまして、1件目と2件目、2件目と3件目の間に行が入ったり入ってなかったりというのがありますので、まずはそちらの方をきれいにするところから今日はスタートしたいと思います。そうしましたら実際に Excel の方に行ってみましょう。こちら、前回ですね、1回目のところで JPLATPAD から Excel に貼り付けた状態になっています。先ほどもご説明した通りですね、これ1件目の特許と2件目の特許の間にですね、2行、データが挟まっております。これ何かというと FI、という、特許の分類ですけども、これが1つ目の FI と2つ目の FI と3つ目の FI って、FI は複数振られるケースもあるんですけども、2つ目と3つ目というところが、1つのセルに入ってなくてですね、2行目、3行目という形で複数行に分割されてしまっているという形になります。もちろん中にはですね、この9件目のような形に FI が1個しかついてないようなケースもありますので、その場合は1件1行の特許で整理されているんですけども、必ずしもそういうものばっかりではありませんので、こちらはまずは、1件1行1出願という形の情報に整理をしていきます。で、その際、どういうふうにするかというと、まずこれ全体を範囲選択していただきまして、データのタブのところにある、並び替えですね。で、押していただきます。で、この並び替えで、数字がついている、ナンバーのところに数字がついているものだけで並び替えていただくと、きれいに、1行1出願に整理ができます。で、今ですね、一番上のところのナンバーとか文献番号っていう、いわゆる表の項目ですね、リストの項目のところを基軸に並び替えをしたいんですけど、今ちょっと全部選択されている状態ですので、一番上の先頭行をデータの見出しとして使用するというところにチェックをつけていただきまして、で、そうしますと1行目が選択できます。で、これでナンバーを選びます。で、小さい順に並び替えると、このような形になります。で、こうしますと1件目から最後のヒットした件数のところまでが並び替わりで行えます。ただ、このままちょっと進んでいくと不具合がありまして、何かというと、これ一番下のところいただきますと、要は先ほど並び替えたときに途中にですね、1件目と2件目の間とか2件目とか3件目の間にいらないデータというのがあったわけですね。で、こちらの方が後々ちょっとそのまま残しておくと悪さしちゃいますので、範囲選択していただいて、デリートで削除するとか、列ごと、あ、行ごと削除いただくとかいう形にしていただければと思います。で、同じように i 列もですね、これもデリートするか、列を削除するかという形になります。特許のリストが出来上がるという形になります。で、もちろん普通の特許の調査とかする場合にですね、この列とか追加して関連度とかコメントつけたりして、そのまま調査をするという形でもいいかと思うんですけども、今回の場合は、JPLATPAD の検索結果一覧から、マップを作るという流れになりますので、このデータ、きれいにしたデータを使ってまずは前処理をしていきます。実際にどういうデータの前処理を行うかというところを、このスライドの方に、でですね、説明をしたいと思います。前処理する項目としては主に3つあります。こちらに上がっている通り、1つ目、日付で、2つ目、FI、3つ目、出願人権利者になります。で、1つ目の日付ですけども、日付は出願日とかですね、工地日っていうデータがリストにはあります。で、通常、マップ作るときに、時系列で件数推移マップとかですね、出願人ごとの件数推移、時系列の推移を、取るような場合とは、大体出願年を使うことが一般的ですので、出願日のデータから出願年というものをイヤー関数という関数を使って抽出をします。これが1点目です。で、2点目、FI ですね。で、リストの方の FI にはですね、FI のファイルインデックス、特許の分類のファイルインデックスの全部の桁が入っています。マクロではなくてミクロ的にですね、分析したい場合というのは、現状のリストに掲載されている FI というものを使ってもいいと思うんですけども、もうちょっとマクロ的に、ないしはセミマクロ的に分析したいという場合ですと、今の FI の全部の桁を分析対象にしまうと、ちょっと非常に細かくなってしまいますので、今回はレフト関数という関数を使って FI のですね、サブクラスというものを抽出したいと思います。で、最後、出願人と権利者ですね。こちらの企業の分析するときに非常に重要な項目になってきますけども、実は出願人と権利者、本当にちゃんとしっかりですね、前処理しようとするときですね、これ名寄せっていう作業になるんですけども、本当にしっかり名寄せしようとすると結構大変になります。で、例を挙げますと、例えば、
パナソニックっていう会社がありますけども、昔は松下電器産業っていう名前でした。で、特許の J プラットパッドに、まあ、掲載されている出願人権利者というのは、基本的には広報が発行された段階での出願人権利者になります。なので、パナソニックという社名変更した後の広報は当然パナソニックになってるんですけども、社名変更する前は松下電器産業というふうになっています。もちろんちょっと例外的なところがありまして、松下電器産業の時代からパナソニックに社名変更した後もですね、パナソニックさんが、名義変更届という形で、この会社は松下電器産業からパナソニックに変わりましたというものを提出していれば、出願人権利者がパナソニックというのは最新の出願人の名前に変わってきます。ただ、そういうものをですね、全部出すかというと、例えば30年前の特許とかですね、もうすでに権利が切れてる、死んでる特許に出すかというと、まあ、出すことはありません。なので、本当であれば、松下電器産業というのとパナソニックというのは全てパナソニックに名寄せをすると、統一するという必要があるんですけども、ちょっとそちらはですね、結構ここに書いてあるという工数がかかります。手間かかります。なので、今回はちょっと最低限の名寄せという形で、まあ、スペースだけを除去するという形にしたいと思います。本来であれば、法人形態、株式会社とか有限会社とかですね、独立行政法人、とかですね、そういった法人形態も除去すると、まあ、いいかなと思います。今回はスペースだけという形にしたいと思います。それでは、この3つの枚数について実際に Excel の方で見ていきたいと思います。はい、Excel の方に戻ってきました。それでは、これからですね、順番に、1つ目の出願年の整理というところからやっていきたいと思います。まずは、アイレツのところにですね、出願年というふうに、入れてください。で、このアイレツのところに出願日から出願年というものを取り出していきます。イヤー関数というのはまあ簡単でして、まあ、時価打ちで結構だと思うんですけども、年を示すイヤーですね、 YEAR で、カッコを入れていただいて、引数、カッコ内のこと引数って言いますけども、カッコに、このイヤーの出願日ですね。で、これでエンターしていただきますと、2019っていう、年が、出願年が取れます。で、これをですね、まあ、ドラッグアンドロップしてもいいんですけども、こちら、今白い十字架になっているかと思うんですが、これを右下のセルのですね、右下のセルと黒い十字架に変わります。で、この状態でダブルクリックしていただきますと、これオートフィルっていう機能でありますけども、一番下まで、関数が反映されます。ちょっと見てみますと、一番下、1982ですね。こちらまで反映されていますね。これでまず一つ目の日付の整理というのが終わりました。これを使っていただくと、いわゆる出願件数の推移ですね。出願年ベースでの件数推移というものが出すことができます。で、次にですね、FI ですね。こちらの FI ですね。全部の桁、分冊記号とか識別記号と、言われているものですね。アルファベットであるとか、IPC のサブグループの後ろにある、まあ3桁の数字ですね。で、こういったものがありますので、こちらの方ですと、ちょっと非常にミクロ分析になってしまいますので、もうちょっとマクロないし、セムマクロの分析するために、今回はサブクラスというところをちょっと打ってみたいと思います。で、FI のサブクラスというふうに打っていただきまして、で、どうするかというとですね、サブクラスというのは、こちらにあります、例えば今、H の2のセルのところにあります、 G05D の1スラッシュ00アットマーク B とありますけども、サブクラスというのは先頭の4桁のことを言います。こちらですと G05D ですね。なので、各セルの左側から4文字目まで、先頭から4文字目を取るとサブクラスになります。で、そういった時に使う関数のことをデフトと言います。デフトというのは、あるセル、今回そこ H ですね、のところから先頭4文字取るという形で、引数の中にですね、対象となるセル、で、あとは何文字目を先頭から取るかって、この場合4ですけども、というものを取っていただくと、G05D という先頭のところだけが取り出します。で、これでまた同じように、カーソルですね、セルの右下に合わせてあげて、黒い十字架になって、これダブルクリック、オートフィルという形にしてください。で、まあ、これ実はですね、ちょっと前回の引き続きですので、ロボット掃除機、まあ、いわゆるルンバのようなものを使ってやってますので、実はサブクラスベースですと、ほとんどが G05D、まあ、いわゆる自動運転とかですね、遠隔操縦みたいな分類と A47 の、まあ、掃除というところ、まあ、ちょっとどっちかに大体触れてしまうというところがありますけども、ちょっとそちらは今回サンプルという形なので、ご了承いただければと思います。で、最後ですね、最後3年目のデータの前処理っていうのは、出願人権利者の名寄せになります。で、本当であれば名寄せしなければ、手間かけてやるっていうのが必要なんですけども、今回は、まずちょっと G 列の出願人権利者っていうのをコピーしていただいてですね、で、こちらの方で名寄せするときにですね、たまにあるのがですね、出願人権利者の中にスペースが入ってしまってるがために、同じ会社なのに、なんていうの、違う会社としてカウントされてしまうっていうケースがあったりしますので、今パッと見た感じ、この中にあんまりスペースが入ってる会社
あんまないかなと思います。あるとすると、このメイドボットインコーポレットっていう会社は、ここですかね。あと、ネイトロボティクスというところがあります。あと、個人名の方ですね。でここのところに今、スペースが入ってますが、このスペースを取り除くという形になります。で、スペース取り除くときには、まずこのコピーした K ですね。K 列のところで、ホームタブ。ホームタブのですね、検索と選択というところで、置換というですね、上から二つ目、置換というメニューがあります。で、これをクリックいただきますと、こういうボックスが開いていきます。で、これ実は検索と置換というボックスになってまして、皆様コントロール F、使っていただくと検索する、セル内でですね、特定の文字とかキーワードとかを検索するっていうのは使ったことあると思うんですが、実はその検索の隣にあるのが置換なんですね。で、置換っていうのは何かというと、ある文字をなんか違う文字に置き換える。それで置換に、リプレイスメントになります。で、今回はですね、スペースを上、スペース入れます。これは全角半角、特にオプションで設定しなければ全角半角どっちでも結構です。上のところにスペース入れて、スペースをした置換後はですね、何もしませんと。要はスペースっていうのも何もないものにしますんで、結果的にはスペースを取り除くという意味になります。で、これで全て置換というキー、ボタンを押していただきますと、160件のスペースが取り除くことができました。で、先ほどですね、PowerPoint の方で、毎処理3つありますというか、出願人、FI、出願人権利者。今、3つの、データの毎処理が終わったんですけども、まあ、出願人権利者のところで、まあ、本来であればこの、例えばトヨタ自動織機さんでは株式会社とかですね、いうものがあったりしますので、この株式会社というところを全部取り除いたりした方がですね、実は結構良かったりします。で、今回はちょっとそこまでやらないので、とりあえずこのデータの前処理というところの、まあ、2回目のところはですね、ここまででしたいと思います。で、実際に次回はですね、この前処理したデータを使って、ピボットテーブルという Excel が持っているクロス集計機能を使って集計するというところを実際にやりたいと思います。というわけで、今回の、ジェプラットパッドとエクセルを使ったパテントマップ作成という動画の方はこちらの方で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひとも次回の方もですね、ご視聴の方いただければと思います。またよろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。